皆さん、こんにちは。インスパイアのくたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、2016年の YouTube、再生回数ランキングっていうのを発表したいと思います。これは1年に1回発表しているものなんですが、ちょっとね、こちらをご覧いただきたいと思います。はい、過去2012年から続けているもので、12、13、14、15ということで、今年で5年目になるんですが、その年に投稿した動画の中の再生回数が多かったものっていうのをランキング形式にして発表していきます。ではですね、2016年を見ていきたいと思うんですが、まあ、ここでちょっとね、一つだけ話をしておきたいことは、動画はですね、大きく2種類ありまして、今までずっとやっていた15分動画と言われる、ブログをね、の時に15分の動画で解説してるっていう動画と、そして、2014年から始めた、ハウツ&レビュー動画という、まあ、3分以内の、ハウツーとかレビュー動画とか、あとはいろんなね、実験をしている動画なんかを含めたものがあるんですけど、大体ですね、両方1000本ずつぐらいあるんですね。15分動画が1000本。そして、3分以内のハウツ&レビュー動画が1000本ぐらいあるんですが、それぞれで、合わせたランキングということですね。見ていきたいと思います。第1位。ダントツでこれでした。はい、ポケモン GO でコラッタを捕まえたらメタモンが化けてた様子を生中継っていうもので、なんとこれ 38,960回ということで、僕の歴代のですね、いいね数をこれで超えました。あ、いいねじゃない、再生回数を超えました。ということで、これがね、第1位でしたね。いやー、これね、本当にすごくて、で、バズるっていうね、言葉がありますけど、どうやったらバズるかっていうのは、本当に難しかったんですけど、なんとなくね、ちょっと分かったなっていうようなことが、これで言えますけどね。38,000。これがいわゆるレビュー動画ですね。はい、続いてこちらです。はい、第2位、2998回ってことで、もうね、一桁ずれてますけど、Apple Watch 2が届いたので、速攻でレビューしたが残念な点とはということで、まあ、今回ですね、分かったことは、まあ、ポケモン GO っていう言葉と、Apple Watch 2っていう言葉と、LINE モバイルって、この3つが強かったということですね。で、結局その、今話題のことに関して動画を撮っていくってことが、いかに再生回数を稼げるかっていうことが、まあ、よく分かったんですが、Apple Watch 2ね、残念な点がいっぱいあったよっていうことを書いたんですが、これ多分15分動画なんですよね。15分動画で3000回も再生されてるって本当に嬉しいなと思いますね。ありがとうございます。はい、そして第3位。はい、氷室京介さんのラストギグス、実は僕人生で初めてコンサートっていうのに来ましたが、その時の、まあ、レビューということで、まあ、セットリストとですね、合わせて、紹介したものなんですが、これもね、非常に再生回数が伸びて、嬉しいですね。ありがとうございました。15分動画ですね。はい、続いて第4位。ハウツ&レビュー動画なんですけど、LINE ポップアップスタンプ、ブラッコに飛び出すラブスタンプ、全スタンプレビューということで、このようなですね、全画面に出るようなスタンプ、これどうなんでしょうね。どのぐらい流行ってるんでしょうかね。僕もそういえば最近使ってないなっていうことに今これ見て思い出しましたが、こういうスタンプのレビューっていうものが、まあ実は過去にもですね、吉本の、ものとか、あと 8.6 秒バズーカのやつとかですね、そういえば 8.6 秒バズーカってどこ行ったんですかね。という動画を、スタンプをですね、紹介したのもやっぱり再生回数が伸びたので、スタンプのレビュー動画っていうのは面白いのかなっていうふうにちょっと思ったりもしています。2300回の再生でした。ありがとうございます。第5位。Facebook メッセンジャーで、バレンタイン愛の告白メッセージにラッピングをしようということで、まあ、こんな感じですね。メッセンジャーを送るとですね、ラッピングされるっていうものが去年のバレンタインの時にあったんですが、これね、どうでしょうかね。また今年の2月、このようなものがあればいいなと思いますけどね。こういうものって、やっぱ動画じゃなきゃ伝えられないんですよね。こう包んでこうなりますよっていうのを、動画で見てもらったらわかりやすいものなんですよね。第5位でした。ありがとうございます。はい。そしてこちら。LINE モバイル。
の、購入後の設定と使用感ということで、これ実際にですね、このハウさんレビュー動画なんですけど、LINE モバイルって何ぞやってものを説明したものですね。1259回でした。ありがとうございます。はい、続いて第7位です。あれこれ間違ってるな。リンク先同じになってるな。直しておきますね。マスカレードっていうですね、アプリがあるんですけど、それを実際にやってみましたっていうことで、目からビーム、血眼、血走るっていうですね、ものに対して、1100回再生されました。ありがとうございます。で、第8位、Windows 10、に強制アップグレードするのを回避する方法ということで、まあ、こういうね、まあ、一回しか出ない画面とかですね、さっきのメタモンもそうですけど、まあ、こういうものってやっぱ動画で残しとくって、一回やっちゃったらもう消えちゃうじゃないですか。もう次行っちゃうじゃないですか。なのでもうこういうものってね、大事だなと思って、なるべくね、残そうかなと僕は思ってますけどね。はい。そしてこちら15分動画です。LINE モバイルの、MBNO ですね、SIM フリースマホを購入する予定ということで、先着2万名の受付に LINE モバイル申し込み様子を生中継してみたと書いてますが、15分動画で1053回再生は本当に嬉しいですね。ありがとうございます。はい。そしてこちら892回、Facebook 個人アカウントに自己紹介と注目の写真を追加する方法ということで、こう結構重要です。で、ここにですね、自己紹介文と、写真を入れましょうということなんですが、ね、15分に満たないけど、まあ、ぜひ知っておいてほしいノウハウっていうのを、ハーツレビュー動画で撮ってますので、ぜひね、皆様やってみてください。はい。そして後半いきます。11位、NGT48、JR 新潟駅改札口にある動画広告の看板ということで、ちょうど柏木由紀さんが出てますが、ちょうど改札の前のところに動画でね、NGT48 の劇場に来ませんかっていうのが出てるんですね。それを撮ったんですが、撮っただけじゃね、これ面白くないので、僕一緒に映り込んでですね、僕が撮ったよっていう証拠にしてるわけなんですけど、これも、ないじゃないですか。結局、世の中にない映像なので、でも NGT の、ね、全国のファンを見たいと思いますから、こういうようなこともやってみました。はい、12位です。スマホアプリ、ミラティブが Mac 経由で iPhone 画面の生配信が可能になったということで、まあ、僕はね、これしなくても、今皆さんにお見せしてる、Ustream Producer Pro でですね、そして AirPlay を使ってですね、スマホ配信してますけど、ミラティブっていうものでできるようになりました。これがね、ミラティブだけでできるようになったらいいんですけど、Android はできるんですけど、iPhone はできないですよね。これができるとすごいいいなと思うんですけどね。できません。はい、629回でした。ありがとうございます。はい、そして意外なのは13位です。こちら。長野県塩尻駅、蕎麦どころ、桔梗、立ち食い蕎麦が2人しか入れない極狭店だったっていう。これね、結構有名らしくて、その蕎麦屋仲間でも、例えばその、電車仲間の中でも有名なスポットらしいんですね。すごい狭い蕎麦屋があるんですよ。で、それを見たので、これはね、ちょっとレポートしなきゃと思って、レポートしたものなんですけど、意外にやっぱりね、再生されましたね。こういうことね、やっていきたいなと思っています。ありがとうございます。はい、続いてこちら14位ですが、567回ということで、上地雄介、LINE ブログ移行でアメブロの殿堂剥奪2人目ということで、アメブロの殿堂入りの歴史っていうのがあるんですね。で、これ、殿堂入りするんだけど、殿堂入りしてる人数が増えたり減ったりしてるんですね。で、その、アメブロの殿堂入りが剥奪される理由を考えていくと面白いということについて、書いた記事なんですが、結構ですね、この記事は、えぐいですね。たくさんの人見てもらっています。ありがとうございます。はい、そして15位。はい、こちら。いきなりステーキが新潟市へ2016年度中にオープンするかという記事なんですけど、結論言えば、現時点でオープンしていませんので、2016年中は実現できなかったんですが、これ僕ね、2017年にはね、できるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。
で、その理由をこの動画で説明しているので見てほしいなと思うんですが、これなんでね、これが上位に来るかっていうとですね、いきなりステーキ新潟で検索すると出てくると思います。で、結局その、自分たちの、街にないかなって探すときっていうのは、その、こういう世の中にはないキーワードっていうものを最初に打つ人がいるんですよね。これわかりますかね、この感覚。だから、事前にこのような動画を撮っておくと、検索されるっていうですね。まあ、僕がよく言ってる地雷を埋めるっていうことなんですけど、こういうことって、豆なんですけど、やっておくとですね、確実にジャブのように効いてきますからね。こういう視点って大事ですよっていう話ですね。はい。そして16位。実はこれですね、2匹目の土壌を狙ったんですね。ポケモン GO、サンタピカチュウを進化させるとサンタライチュウになる予想生配信。これも、実は3万回行く目的でやったんですが、492回しか再生されてないんですね。で、これ理由は1個だけあって、メタモンの3万回のやつは、そのサービスが始まった日に、もう、はい、中継したんですけど、これね、だいぶ経ったんですよね。やっぱその、その、鮮度っていうものが大事で、やっぱその間にね、もうみんながこれね、進化する様子を見ちゃったらですね、動画見てもらえないので、そういうこともですね、動画ありますけど、ただ今回改めて、その、ポテンシャルね、その、チャンネル登録者数が多くなくても、コンテンツを作ることさえできれば、オリジナルの面白いものを作ることができれば、再生回数が回るんだっていうことを、まあ、実感した例でもありましたね。はい。そして17位ですが、こちら、リピートコンサルタント時間型ということで、一生通い放題19,800円、送信エステというものですね。まあ、このようなですね、エステのチラシがあったので、それを紹介したものなんですけど、一生ってすごいですよね。まあ、このようなものを、まあ、リピートコンサルタントっていう再生リストでたくさん紹介してますので、ぜひよかったら見ておいていただければと思います。はい。そして18位ですね。Apple Watch 2のネット予約でソフトバンクと au のホームページ誘導がひどい件っていうですね。これもちょっとですね、まあ、なんていうんですか、ジャーナリズムじゃないんですけど、まあなんかこれはね、ちょっと伝えたいなと思って撮ったものなんですけど、やっぱり、結構見られましたね。316回ということでありがとうございます。はい、続きまして19位はこちらです。熊本地震、テレビ各局のライブ配信、サイマル放送まとめ、ということで、まあ、地震があった時にですね、ここに上がっているようにですね、もう今、YouTube ライブとか LINE ライブとか ABEMA TV とかで、ライブ配信するっていうことが、もうどうもですね、標準化されましたね。で、その 3.11 の時に、実験的に始めていたものが、すでにもう始まってきていますので、もうこの体制ができてるっていうことは、もうサイマル放送って今すぐできるんですよね。なので、まあ、こう、規制事実が完全にできたなっていうことが、実感できたものでもありました。そして20位。あ、これ嬉しいですね。矢沢永吉のファンの店主はてなってことで、新潟県上越市柿崎のカット&パーマ矢沢っていうもので、これ僕がいつも通ってる道沿いにある矢沢っていうですね、美容室があるんですね。ここは絶対矢沢永吉さんのファンの店なんじゃないかなと思っていて、このように書いたものなんですけど、ぜひね、お店がやってる時に一回行きたいなと思ってるんですが、それを書いた投稿でした。はい。ということでですね、2016年の動画見てもらったらわかるんですけど、実際にハウス&レビュー動画でない15分動画っていうのは、この中で見てもらってわかるように、1本、2本、3本、4本、5本しかないわけですね。で、残り15本っていうのは、ハウツアのレビュー動画だけですね。なので、再生回数を稼ぐために、ハウツアのレビュー動画をやって、よかったねっていう結論になっていると思うんですね。で、まあ、内容を問うものと再生回数を稼ぐもの、この2つでですね、また2017年も
頑張っていきたいと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。インスパイアの北下、ありがとうございました。バイバイ。